疫病菌が進化し世界に広まる時が来ると考えたのです。私たち育種家は病気が来るのをただ待つわけにはいきません。先を読んで新しい疫病菌に対抗できる品種を作る必要があったんです。まずパベックさんは海を渡りポーランドを訪ねました。ポーランドは70年代に被害を受け疫病菌の研究が進んでいたのです。そこで出会ったのが KSA19510、 疫病菌に強い抵抗性があると評判のジャガイモでした。 KSA は南米の野生のジャガイモを掛け合わせて作られました。厳しい自然の中で様々な疫病菌と戦い生き残ってきた遺伝子を受け継いでいるのです。ただ KSA は味が悪く商品化されていませんでした。パベックさんはこの KSA をもとに美味しいジャガイモを作ろうと考えます。早速種を取り寄せアメリカ人好みのジャガイモと掛け合わせました。しかし目指すジャガイモはそう簡単に作ることはできません。ジャガイモの品種改良は芸術のようなものです。ジャガイモは遺伝的に非常に複雑な性質があり